散りばっているんですけれども、はい、あのこちらはなんと、うん、あのご夫婦で営んでいらっしゃるお店さんで、うんうん、煮干しだったりあと甲殻類が特徴のラーメン屋さんです。あでもまあビスクっていうからにはみたいなところはありますもんね、はい、そうですよね、うん、絶対美味しい。そう気軽にね入りやすいお店作りというのを目指していただいているそうで、うんうん、綺麗な内観でございます、うん、本当に女の人が来やすいんだろうなっていう場所が前ですね、はい、本当にです、うん、もう女性もパって一人で入れちゃうし、うんうんうん、でもね本当いろんな方にね、うん、いろんな方が楽しめそう、うん、座って入ったなんか昼も夜もみたいなね。あそう確かにです、ね、どっちもなんか姿見たいですね。見たいですね、可能ならば。いや最高です、はい、わあどんなねラーメンが出てくるのかというのも、うん、なかなかにスペシャルな予感がしていますので、はい、ぜひ楽しみに待っていてください、うん、では注文したラーメンが届くまで待ちたいと思います、はい、ラーメンが着丼しました。着丼しました。これはたまんないですね。すごいのが届いて本当に驚いてるんですけれども、はい、はい、私たち同じラーメンを注文しまして、はい、こちらが夏季限定メニューの冷やしオマールエビラーメンです。甲殻類って、うん、このこと。いやーそうなんです、このことだったのねえ、はい、オマールエビの冷やしラーメンというちょっともう、そう豪華な一杯がやってまいりました、うん、これはだからレギュラーメニューの冷やしバージョンが夏季限定であるってことなんですもんね。ねえそう、うん、いつもはオマールエビラーメンってあったかいラーメンもあるそうです、うん、夏なので。気になりますね。どっちも気になりますね、うん、じゃあ早速いただきましょうかね。はい、せーの、いただきます。小学生みたいな遠足の挨拶みたいな。ちょっとこれさ、どう行くのがなんか正解なんだろうな。ねえ、いやもうでも、アッシュさんの思いがままに、ね、じゃあ、はい、先生、一旦、うん、このオレンジの人から言っていいですか？正解だと思います。はい。うわぁ、すごい！はぁ、ねえ、店名のビスクっていう感じがこのスープにもう詰まってんじゃないかって気持ちが。まぁ、あ、いただきます。いただきますね。あのね、はい、あの、一旦あの私の何も聞かずにまずあの言っていただいていいですか？いいんですか？あのね、衝撃です。衝撃なんですね。衝撃です。あら、え、じゃあちょっと私も同じスープを同じくいただきますね。あのね、舌につく前にもうエビなの。すごいよ。いただきます。うん、うん、きっと言っていることがわかる。もうちょっと濃厚なんじゃないかなって思ったよりもこう見た目がこうさらっとスープの質感いるのよね。さらにです。だからそうこうあっさりしているんじゃないかなと思いきや、つけた瞬間のエビのパンチがとてつもないです。ね、
すごい。ちょっとラーメン行きましょうか。エビがちょっと今泳いできたの、すごいな。ザバザバ言ってた。これはスプラウトかしら。以上。ねえ。アーリオニオンもあっての冷やし麺だからね。はい。細麺、中華麺なのか、もうちょっとなんか洋風な感じなのかしら。これどうやってしょう。おしゃれに食べたくなっちゃうよね。あねなんかずるずるいくより。じゃあいただきます。かわいい場所さん。どうですか。いい笑顔。うん。あ、おいしい。おいしいねっていうのが。ね、すごい。私なんかこう、うん、こういうこう個人店舗っていう形で構えてるラーメン屋さんにあんまり入ることがないんですけど、うんはい、なんかあのねこれねごちそうです。うわーマジでめちゃくちゃわかります。これねあご褒美に食べるやつだなって思っちゃうな。本当にちょっと食べよう食べよう ありがとうございます。食べよう私もいただきます。そうだあのコーリーが、はい。そうあのずっとさラーメンの番組をさ、うん、長いことやってたじゃない、はい、そうなんですいつか見たかったんだよえこの隣でコーリーがラーメン食べたの見たかったんだよ、ま、嬉しいです それはそれで楽しみをうわーちょっと私もついついアッシュさんがラーメン食べてるとこ、うん、見てたねマジマジと見てましたけどももう隣の席ですいませんねありがたいな。すごいな。わあ、ちょっとじゃあ私もこの麺の方をいただきたいと思います。うんうん、いただきます。あ、うわ。すすりながら喋ってましたけど。うん、美味しいね。美味しいね。なんか。すごいすごいやばいやばい。二三口いってもまだちゃんと衝撃なんだよな。ね。すごいね。いや本当に海鮮の恵みをこんなに味わえる一口があるのかっていう感じですね。パスタとも違うのよ。あ確かにそうなんですよ。やっぱりね、うんうん、やっぱり冷やしラーメンなんですよね。うんうん、この融合した美味しさがたまらん。麺の食べ応えがめちゃめちゃ美味しいな。うん。うん、あうん。そうパスタとかだと多分アルデンテ的な。芯が残るぐらいの、うん、多分しっかり冷えてるからかな。うん食べ応えがあって、ね、でも濃厚で、うんいやうまいこれやばいこれはもう、うん、心がサンダしちゃいますわ、うん、これ一旦あのラーメンの食レポの先輩に聞きたかったんだけどいやもう踊り出しませんもう美味しすぎて美味しすぎてそうですやっぱ夏だし、うんうん、そうアッシュさんだし心がサンバしちゃった、うん、そういうことか私限定だったらねサンバはね定期的になんかいろんな踊りを踊ってるのかなこの子はって思いながら今見てたけれどもでもテンション上がりますこれは、はい、うま、ん、い、うん、やっぱこのチャーシューもすごくないですか、ね、気になりますよねそうなんかさ、チャーシューってさ、うんはい、のあったかいラーメンの上に乗っかるとどうしても熱で火がさ、うん、そのまんまずんどん通っていくじゃない確かにですそう考えると冷やしラーメンって、うん、なんかこうチャーシュー的には、うん、なんていうのお得というか天国というかね、いい環境ですよねそうそう、火の通り具合がさ、そのままいくわけじゃないうんあうんあうんうんうんやだ油の部分も嫌じゃない。うわ冷えてるのに。なんて素敵な。きっとね、うんうん、なんか油抜きとか丁寧にされてらっしゃるんだろうな。うわおいしい。これはおいしい。チャーシュー自体に、すごくたくさん下味が多分してなくって、うん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 、だからね、スープの味そのままでいただけちゃうっていう感じがする。なんか、うま、ん、みだけ綺麗に残されている、うん、あっさりお肉の美味しいところだけ残ってて、うん、スープと合う、あくまで主役はオマールなんですね、うん、このラーメンは、うん、やばい、
これそろそろ本気モードいきますか。あ、そうですね。このぐらいでいいのかな。確かに。尺は。あと、まだある。そうなんですよ。じゃあこの後ちょっと一個私たちを待ち構えていただいているものがあるので。本当ですか。思われる以上の何かがいるっていうんですか。ね、驚きですよね、うん。これ以上の衝撃なかなかですよ。ありがとうございます。すごーい。牡蠣の和え玉って言葉が聞こえたんですけど先生。これ、まちょっと待って。わ、なんかね、あの私の愛するラーメンっていう見た目のものがすごい来たな、なんかネギ、玉ねぎ、ニンニクみたいな子が来ましたけれども。そう、こちらがね、うん、何かと言いますと。うん、こちらのお店で提供していただいている和え玉でございます。そう、聞かないね、和え玉っていうワード。そうですよね、うん、そう、私も珍しいって思ったんですけど、うん、あ、書いてある、ここに。あ、漢字を読もう、説明しよう。和え玉とは味のついた替え玉のことです。お、そのまま食べてよし、残ったスープにつけてつけ麺風にしてもよし、スープに全部入れちゃってもよし、さまざまな食べ方で楽しめます、との。最高だ。確かにこれだけ言ったら、こう薬味とかね、魚粉とか入ってるちょっとした油そばみたいな風なんですけれども、うーん、これ、うん、ちょ、一旦、はい、あのさっきオレンジのやつから言ったんで、あ、ちょっとあの、あ、ちょっとどういこう、あ、よーく混ぜて、味が濃いんだろうな。ありがとうございます。いきますか。ちょっとアッシュさんの牡蠣味ですね。はい、牡蠣の間、牡蠣ね。なんかさ、子供の頃とかってさ、はい、大人が食べてる貝類の何が美味しいんだろうって思ってた。子供の時ね。思ってたんだけど、うんうん、あの、本当に具体的な話するんだけど、目黒川のお祭りで、牡蠣のワイン蒸し食べたの、大人になってから。最高。本当に美味しかった。うわー、それは美味しい。本当に美味しかったんですよね、ってことで。ちょっと待って、ニンニクの部分もいいけど、一旦このね、牡蠣を味わいたい気がするから。いいですね。ちょっとなるだけこの人のところ、うん、美味しそう。私、あの、口癖なのか何なのか、うん、よくあの、擬人化しちゃうんで、あの、なんかおかしいなと思ってもスルーして。全然おかしくないです、ね。はい、じゃあちょっとこの牡蠣の味噌いただきたいと思います。わ、待って。どうです、うわ、あのね、はい、牡蠣風味とかじゃない。お、牡蠣、うん、すごい。牡蠣そのものがなんか入場してきた、ちゃんと。あ、これね、でもよく混ぜた方がいいやつだね、確かに。なるほど、うん、すごい濃厚に牡蠣ですよ。うわー、うん、贅沢、うん、ぜー、ちょっと、あの、うん、いいですね、あの、あ、じゃあ、あの、ぜひぜひ、氷のこちらの間はですね、はい、あの、もう一つ、黒酢の間の方、黒酢もあったんだ。そうなんですよ。ノールックで牡蠣って注文してしまいました、私、そういえば。そうなんです、はい、じゃあ実は2種類、こちらの方もね、ちょっといただいちゃいます。いただきます。うん、めっちゃ香りがもうするわ。うん、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 どうですか、夏にこれ。たまりません。本当にたまらない顔するね、この子ね。全然たまらないです。やばい、この、うわー、やっぱ黒酢の方は酸味がしっかり効いてて、うんうん、あ、しっかりなんだ。そうなんです、うんうん、だからそれこそ、うんうん、ね、あの、いろんな食べ方で楽しめそう。このスープとも合うかもっていう感じだし、うんうん、単品でもこういう和え玉としてもうしっかり出来上がってます、うんうん、ね。なんかシンプルにさ、ラーメン屋さんでいうとこのお酢とかってさ、こう味変っていう感じが、あ、確かにね、するじゃない。はい、だからきっとこのオマールにもさ、何か変化が起きるだろうな。そ、そうなんですよ、で、間違いない、うん、という確信があります。はい、確信を持って我々食レポをお届けしております。はい、はい、間違いなく美味しいです。美味しいです。これはみんなにも味わってほしい。ということで、はい、じゃあこの後私たち本格的に本気で美味しくいただいていきたいと思います。いくぞー、いくぞー。
いやー、しびれる美味しさでした。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。なんか今あの仕事の声量じゃなかったなかったことに第一声驚いてるんですけど、確かにね、あの満足感がすごいです。皆さん、いやー嬉しい、嬉しいです。い自分のお店からのようない嬉しいニコニコ感だけれどもね。いやもうアッシュさんの満足が聞けて嬉しいなって。なんかどうでした、うん、やっぱり、うん、きっとこのちょっと洋風なラーメンみたいなところって、はい、その普通のさ醤油塩味噌みたいなのとはさ、うん、違ったさすごいこう変わり種じゃない。そうですね、なんか本当にどんな味が来るかの想像が全くついてなかったのが、はい、口つける前からもうなんか存在感示してきてたのがあまりにも衝撃的で。わかります。そうだから、あの飲んだ時にさ、もうまず何も言わずに一旦の飲んで飲んでって言っちゃったんですけど、見てるみんなにも一旦食べてみてほしい。わかる。これね、ちょっと言葉じゃ伝わらない満足感ありました。うわー嬉しい。いい休日です。やったー、うん、こんな仕事があるものか嬉しい、ありがとうございます。美味しかったです。やったー。そう、あの後私たち和え玉をスープにもつけたんですよね。そう、そう、それもめちゃくちゃまた美味しかったです。あのね、びっくりすることに、うん、はい、あの牡蠣の和え玉、うんうん、あのエビつけてもまだ牡蠣かちゃんといるんだよね。あーすごい、共存してました。わー、オマールと牡蠣が、いいコラボレーション、うん、いい感じです。いろんな楽しみ方できると思います。うん、黒酢の方もさっぱりとした酸味がね、うん、オマールエビのスープと相性抜群でしたので、ちょっといろいろ食べてほしいな。食べてほしいそれしか言えない、うん、というもう最高な、うん、そうご飯のラーメンでした。はい、ということで、うん、いつもの挨拶を一緒にいいですか。いきますか。ありがとうございます。はい、じゃあいきますね、せーの、ごちそうさまでした。郡有沙のアリメンダー。